京都広河原スキー場は、京都市左京区広河原尾花町に位置する京都市内の唯一のスキー場である。広河原は、京都市街地から車で約90分ほどのところに位置し、京都市内ではあるが、豪雪地帯の丹波高地にある。2000年シーズンから2002年シーズンは、経営難のために閉場をしていたが、出資者を募って2003年シーズンから営業を再開した。 手軽に滑れる足ならし的なスキー場であり、知名度が低く穴場であることから、休日であってもゲレンは空いている。また、平日のナイター営業時間が22時45分までであることから、平日は仕事帰りの利用者が多い。2009年から2010年シーズンは2009年12月20日以降、滑走可能になった時点で営業を開始した。なお、 1>, 1月1日及び気温上昇で一時的に雪が溶け全面滑走負荷になった場合は休業した。2009年から2010年シーズンの営業は積雪がなくなったため2010年3月14日で終了した。広川原スキー場はペアリフト1機とコース2本で構成された小規模なスキー場である。スキーコースは山頂コースと中間コースで構成されており、 山頂コースと中間コースは連続して滑走することが可能である。山頂コースは林間コースとなっており、山の斜面を打工するようにコースが作られている。このため、コース幅が狭く、すり鉢状になっている場所も存在する。一方、中間コースは山頂コースに比べて直線的で幅が広く、シャドもないことから滑りやすい構成となっている。また、 全面スノーボードの滑走が可能で、スケートやキッカーなどが設置されている。毎年1月1日は休業、12月31日は平日のナイター営業なし、成人の日の前日の日曜日は土曜の営業時間となる。終日利用可能な回数券も発売。小人料金は12歳以下に適応。時期や曜日により、リフト券及び入場券の割引もある。 ありがとうございます。